の野球選手権神戸大会の閉会式を行います。優勝いたしました九州国際大学に6高校に対し、
ダルが授与されます。優勝校には朝日新聞西部本社報道センター長伊藤誠より、準優勝校には福岡県高等学校9年生会長木森慎一郎より贈られます。無敗なはずですよ。多分秋から負けたのが、そうですね。休国負けたのが大阪桐蔭と浦和やない。で以外は確か負けてないはず。あとあそこに神みたいな。そうですね。で九州大会の準決勝準決で神村に負けた。実業がノーシードだったで、シードの神村で1回戦で神村食ったった神村食ってでもそのままの勢いで実業がノーシードだったでも結構今年のコロナが流行って春隊がやってないの春隊にそうですねやったりしたらもう外せられないそうですね、果実はどうかちょっと分からなかったですけど、優勝候補の鹿児島の行政とかが全部ノーシードなって、あそこでもらうと、シードもらえんか、そうですね、春でシードが進んで、僕も意外にベスト8ぐらいまではガチで。ここから2人削られるんですね。名前何やったかな、うん、帽子かぶっちゃって今2人だけ帽子かぶっちゃってる。ちょっと帽子かぶらせてあげたいですよね。倒れてしまう。しゃべりをもう飛ばさない。
下田道元みたいな、うん、みんなチェアリーダーの人、うん、誰か倒れますよね。しかも一番熱い、選手回る右、国防スタートの皆様、ご協力ありがとうございました。客号って言ってくれたけ福岡県高等学校の自由連邦機械の席でも暑いけ失礼しました。ただいまより選手がダイヤモンド1周を行います。甲子園は外野も回るんですよ。外野もあるけどね、あそこに回らせられたら選手きついよね。ラッキーって言ってくれたよ。いや、地区よ、惜しかった。あ、そうなんですよ。マハチ君のキャプテンなんです。え、確かになんですよ。マハチ君のキャプテン。寒いですよね。昨日調べたら、池田くん2年生だから、もう1年ある。いやすごいですよね。あそこであんだけストライク投げれるのはすごいですよね。普通はやっぱり9回とかって、しかも点取った直後なんで一番先発キーなんで緊張し合う。そうですよね。プロでもなかなか。でも上等戦もこんなでしょうね。130そこらで全国に通用するかどうかわからんすけど、
こ香西くんが戻ってきたら、なんか楽勝の山やったら僕はどっちかというと、うん、そうですね、飯塚とか筑陽とかの方がやっぱちょっときつかったですね。上等と地球だけです。あとは意外にあっさり、そうですね、ちょっと小倉工業がちょっとやっぱ強かったですね。第一をボコってコールドで買ったんですよね、小倉工業が。監督インタビューとかあるの？神戸県高等学校野球連盟会長静香之が閉会宣言を行います。話すかと思いました。これで閉会式を終了します。